でん。え、待って。キュッてしたら見える？うん。はい、カノンのノン TV へようこそ、カノンです。今日は、晩ご飯の買い出しにさっき行ってきたんですけど、その時にですね、たまたま、ミスタードーナツを見かけたんですよ。見つけて、そしたら新作の商品が、こう出たということだったので、ちょっくり買ってきました。じゃじゃん。ちょっとお見せしますね。こんな感じで新商品が出ていたので購入してきました。なので今回はこちらの商品を食べて食レポをして皆さんに食べた気分になっていただけたらなと思い、上手に食レポができるように頑張りたいと思います。今日お店に行った時にもう台湾カチャかな、なんて書いてあったんだっけ、あんまり覚えてないんですけど、新商品って書いてあったので買ってきました。じゃじゃん、こちら、待ってね、台湾カチャって読むのかな、台湾カチャのシリーズ。本当はこれ4種類あるみたいなんですけど、今回もう売り切れちゃってたので2種類だけになっちゃったんですけど、2種類とこちらも台湾カチャのシリーズ、台湾カチャじゃないのかな、タピオカミルクティーも同じ時期に出たみたいで、タピオカミルクティーと黒糖タピオカミルクティー。これは今回の食レポはすごく細かくみんなに伝わるように言っていくので頑張ります。こちら今回購入したのがミックスベリージャスミンというお茶なんですけど、ブルーベリー、ストロベリー、ラズベリーの3種類のベリーが入っているみたいです。それでこちらがオレンジピンクグレープフルーツジャスミンと書いてあります。でオレンジとピンクグレープフルーツにジャスミンティーを合わせて台湾風蜂蜜を加えましたって書いてありました。タピオカ黒糖ミルクと、タピオカ黒糖抹茶かなっていうのがあったので買ってみました。なんかドーナツをですね、今回は私の大好きなポンデリングを買ってきたので、どれが一番合うのかをちょっと飲み比べしていきたいと思います。それでは早速飲んでいきたいと思います。これはカノンのマイストローなんですけど、そうマイストローどこで買ってるのっていう質問とかもあったんですけど、私はマイストローって結構検索したら出てくるんですけど、ちょっと置くね。はい、普通に多分ネットとかでマイストローチタンかな、洗うのも簡単だし、これはその洗う用のこういうスポンジじゃない、なんかトゲトゲしいふわふわしたのがついてくるのでおすすめ。まず最初に私はどっちから飲んでいこうかな、振っておいしいフルーツティーと書いてあったので振ってみますね。このオレンジピンクグレープフルーツジャスミンから飲んでいきたいと思います。どのくらい振ればいいの、こんな感じ。よいしょ。はい。よいしょ。開いたので、いつかな。はい。それでは早速飲んでいきたいと思います。こちら。いただきます。おお。なんか果肉がすごい入ってる感がすごい。小さくなったグレープフルーツがたくさん入ってるのが伝わる。しかもグレープフルーツって結構キュッキュッっていうぐらいの酸っぱさがあると思うんですけど、全然酸っぱくない、甘いし、ピンクグレープフルーツだからかな、ちょっと色味もこう小さい粒々がたくさん入ってる感じですね。なんかあっさりしてる、すごくあっさり系の飲み物だなと思った。美味しい。はい、続いてこちらミックスベリージャスミンだ。そうこちら結構オレンジピンクグレープフルーツジャスミンの時は蜂蜜が入ってたから結構甘かったのかな、結構甘かったです。ではこっちミックスベリー
ジャスミンを飲んでみたいと思います。でも色味がすごく可愛い。見て、こうなんか映えてる。はい、これでこう3周ぐらいして飲む感じですね。はい、向かないんだけど、なんで？あ、なんなん？はい、いただきます。待って、ベリーが出てこないかもしれない。待って、ベリーが出てこない。めちゃくちゃベリーの味がする。え、美味しい。え、待って、これはちょっと迷うタイプ、多分タイプが2つに分かれてるので、もう完全に違うタイプなんですよ。あ、迷うな。こっちだと割とあっさりかも。うん、柑橘系。こちらが本当にベリー系。どっちの方が好きだろう。うん。これブルーベリーだと思うんですけど、結構甘めのブルーベリーががっつり入ってるので、下にこうタピオカにちょっと見えるんですけど、見えるかな、ちょっとタピオカみたいな感じで、ほら、つぶつぶがね、見えるかな、って結露してるのかな。ちょっと待って、こうキュッキュッってしたら見える？見えた？あんま見えない、あんまり見えないか。なんかこうブルーベリーがですね、こうチューチューって感じで入ってるんですけど、でこれがなんか甘い。うん、ふん。でも両方とも多分ジャスミンティーがベースになってるので、すごく飲みやすいですね。絶対あっさりしてるからこっちの方が美味しい。うん、美味しい。残りの2つもいつか飲んでみたいですね。うん、美味しい。うん、はい、ということで続いてはこちらのタピオカシリーズを飲んでいきたいと思います。まずこちらの王道っぽいミルクティーからにしようかな。よいしょ。混ぜて、久しぶりだな、タピオカ飲むの。すごく久しぶり。はい、こちらいただきます。おいしい。タピオカだ。わ、黒糖タピオカが一番好き。あ、一番じゃないか。一番じゃないか。でも、黒糖タピオカめちゃくちゃおいしい。見て。つぶつぶしてます。でも私ミスドのタピオカを初めて飲んだんですね。結構前の動画でタピキキをやったんですけど、その時にミスドのは入れてなかったんですけど、こんなに美味しいタピオカがあるとはっていう感じですね。美味しい。ということでこちら抹茶黒糖抹茶タピオカ、これですね。今気づいたけど、私すっごいこのラフな格好してるじゃないですか。このね、トップスがね、すごいね、可愛いの。このアンタイトル8っていうお店なんですけど、韓国のお店で、可愛いの。ゆるっと着れるので、可愛いんですよね、この洋服。夏に着たいなっていう感じ。なんですけど、あれ？私何飲んだ？飲んでないよね。こちらです。飲んでいきたいと思います。見て、抹茶
私結構スタバとかは抹茶フラペチーノを一番飲んでるんですよ。で抹茶フラペチーノか抹茶ラテの豆乳バージョンかな。抹茶感めちゃくちゃ強いですね。抹茶ミルク感がすごいある。なんか抹茶が結構苦手な子でも飲める系かもしれない。まあ美味しいな。うん、うん、めちゃくちゃ抹茶ミルク、うん、美味しいぞこれは。ということでね、4種類あるんですけど、先ほど私の一番大好きなポンデリングを買ってきました。ででーん、ポンデリング、ポンデポンデポンデリングで、ポンデリングの顔、はい、こちらですね。もう顔真っ暗で何も見えないという感じなんですけど、これを塊一つずつと食べて、どれが一番相性がいいのかをやっていきたいと思います。はい、それでは早速飲み比べをしていきたいと思います。飲み比べじゃないか、食べ飲み比べみたいな。はい、ここに置いておくね。これがまずどっちからにしようかな。この普通のタピオカミルクティーからにしたいと思います。うん、美味しそう。今これ2個3個4つぐらいあるんですけど、これはもう弟用です。私でが一人で食べるわけではありません。私は一つだけ。いきます。いただきます。うん、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 合いますね。うん、なんか結構甘い甘い組み合わせが好きな人は好きかも。なんか本当は食べ方的にはポンデリングタピオカミルクティーポンデリングで食べたら、もう甘さが異常じゃないぐらいに、もう幸せが頭の上からビヨーって感じになると思うので、ポンデリングタピオカポンデリングの組み合わせがいいかもな味でした。続いてこちらの台湾花茶のミックスベリージャスミン飲んでいきます。うん、美味しい。これめちゃくちゃ美味しいな。そしてポンデリング、うん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 、幸せな気分になるポンデリングを食べると。迷うな、これめちゃくちゃ美味しいんですけど、今暫定1位かも。2個しかまだ争ってないけど、多分普通に私このちょっとあっさりした系が最近好きなんですよ。まあ甘党ではあるけど、やっぱポンデリングがすごく甘いので、みんなが好きになっちゃうタイプの味してるじゃん。だからだと思うんですけど、暫定1位ですね。続いて、はい、続いて、あーやー、続いて、タピオカミルクティーの、タピオカ抹茶ミルクかなを飲んでいきたいと思います。これはもう美味しい、美味しい、普通に抹茶ミルク、うん、ふん、うん、ふん、ふん、ふん、とても美味しい。なんか色味的にこの子が好き。今日の洋服に一番合ってるのは誰だって言われたら、この子だと思います。ほら、だって一番消費してるもんわかりやすい。はい、うん、うん、うん。
そうですね、甘いけど、なんだろう、割と抹茶の味で甘さがちょうど良くなってる気がする。こちらだと黒糖ミルクだっていうのだったからなのかな。こっちはまあ普通に抹茶ミルク感が強いです。え、待って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 、ま、あ、ま、あ、待って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 、普通のタピオカじゃない、緑色だった。え、見て見て、え、待ってください、これ今ごめんなさい今気づきました。私普通になんか美味しいな、このタピオカと思って、抹茶なんか抹茶ミルクってずっと言ってたじゃないですか、タピオカよりも抹茶ミルクみたいな。いや本当に抹茶ミルクだった、タピオカのじゃないもん、色が緑色だった、ほらびっくり。え、そういうことか、だからか、あ、だからか、あのこっちは普通のタピオカっぽくて、こちらが抹茶ミルク感が強いのは抹茶ミルクに抹茶みたいなタピオカが入ってるんだ。なるほどね、だからあっさりしてるのか、すごいや、これはもう抹茶好きにはもうたまらない一品だと思いますね。抹茶好きなんですけど、好き、これはい。続いてですね、最後のあなた、これもすごい美味しくて飲んじゃうんですけど、果肉の量がすごい、多分ダントツ1位で果肉感がすごい気がする、なんかビタミン C 取れそう。はい、ではいただきます。うん、うん、すごいさっぱりする、まんまんまん。はい、ということで今回はミスドの新作商品飲んでみた企画でした。ちょっとでもね、飲んだ気分に なれたよとか、飲んでみたいなって思っていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてくださいね。バイバーイ。